国民民主党高橋真理が大炎上法令に停職で逃亡国民民主党の東京中国の高橋真理さんについて国民民主党の玉木代表が自ら法令に停職する恐れのある事実が明らかになったなどと発表され高橋さんが大炎上してしまっておりますこちら高橋さんはラウンジで働いていたから立候補 断念しろと言われたなどと主張されておられますが現在はこの主張を削除されこのような投稿のみを残して逃げてしまわれました現状説明責任が果たされているようにはとても見えませんし、まあ、この投稿に絵文字が使われている時点でどうなのかなと感じてしまいますが国民民主党には法令違反が確認されたのであれば 刑事告発などして対処していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。